い、しるくぶりマドンナ、しるくぶりマドンナしのぎました。アドマイヤドンだ、アドマイヤドンゴール、湘南キャンプにできました。ダンスフレーム G1 制覇、さあ1本コルドやりました。右手が上がった藤田真嗣、皆様こんばんは、鈴木よしこです。今週の知りたい競馬情報局は、競馬サークルで活躍されている方をゲストに迎えして、60分間たっぷりとお話を伺うホースマントークをお届けいたします。今回のお客様は念願叶いましてご登場いただくことになりました。レースが綺麗でなおかつ勝ちまくるナイスガイ、トップジョッキーの一人、藤田真嗣騎手です。こんばんは。はい、こんばんは。ようこそお越しくださいました。はい、よろしくお願いします。このね、一応本当にこう、はい、手をあって盛り上がるお忙しい時期に東京までお越しいただきまして、どうもありがとうございます。いえ、こちらこそ。はい、こういうスタジオでお話になるのは、いや、初めてですね、本当に。はあ、そうですね、一回もないと思います。はい、あ、そうですか。怖いもの知らずといった感じの藤田真嗣騎手ですが、いや、そんなことないですよ。こういうのはどうですか、緊張はなさらないですね。緊張しないですけどね、まあなかなかできないんで、まあ、素直に嬉しかったですよ、なんか来れるっていう。本当ですか。はい、あ、そう伺った私たちもとても嬉しいです。もう今年に入りましてもね、偉大な記録を2つ達成されています。それから、その快挙についてはもちろんお話伺うんですけれども、これまで手にされたビッグタイトルですとか、日頃どんなことをお考えになって競馬に参戦されているかとか、そういったこともたっぷりと伺わせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。ではまずいつものようにゲストのプロフィールからご紹介してまいりましょう。藤田真嗣騎手、1972年昭和47年2月27日北海道新冠郡の生まれで、現在32歳でいらっしゃいます。現在ご家族は奥様のひろみさん、長男で今年小学校に上がられました7歳になる翔くんの3人家族でいらっしゃいます。お生まれが北海道新冠郡ということで有名な馬産地ですよね。そしてエッセイなど、はい、拝見しましたら、はい、なんかイエス・キリストのごとく馬屋で生まれになったっていうのは本当なんですか。そうなんですよね。なんかそうらしいですね。なんか親が言ってましたからね。九州って本当に、うん、ただ病院がそこら辺になかったっていうだけで、なんか行くまで時間かかるみたいだから、だからまあ来てもらったみたいな感じですか。そうですか。はい、でもじゃあ生まれ長い人、本当に競馬界のイエス・キリストということなんでしょうか。いや、そんなねいいもんじゃないです、ね。はい、でも解剖系で産湯を使ったとか、なんじゃないですかね。僕もやっぱり、まあ、聞いた話ですからね、まあ、詳しくは聞いてないんで、なんかまあそうだったんだよっていうことは、聞いてますんで、どうなんですかね。今度よく確かめてください。よろしくお願いします。でも本当にお前になった周辺には馬がたくさんいたと思うんですけれども、どうでしょう、どんな少年だったんでしょうか。そうですね、本当今こうやって騎手やってますけど、もう何ていうか、子供の頃は全然馬も触れなかったですしね、隣牧場だったんですけど、馬はちょっと怖い動物だなと思ってたんで、だから近寄りもできなかったですよ。あ、そうですか。だから小学校の6年間は本当に馬になんてほとんど触ったこともなかったですね。そうなんですか。でもかなり活発でいらして、どんなスポーツもこなせたと伺いましたが、そうですね、とにかく、家にあまりいない子供でしたね。とにかく家の中で遊ぶっていうことをしないで、常に外で遊んでましたね。もうアウトドア派ということで、っていうか、ね、そんなゲーム、今でいうテレビゲームもないですしね、もうやっぱり遊ぶのは外で、自然にそうなってましたね。そうすると今の息子さんにもいろんな遊び教えてあげられますね。どうですかね、まだちっちゃいんでね、あまり干渉しないようにはしてますけどね。そうなんですか。はい、でもそういう大変スポーツ万能で活発でいらして、児童会の会長などもなさったこともあるそうですね。というか、そういうことするのが好きだったんですね。リーダーシップがあったということでしょうか。そうなんですかね。
他がみんなやりたくなかっただけだったんじゃないですか。そうなんでしょうかね。で、あの小学校の卒業の文集に将来の夢は騎手になることってお書きになったそうですね。うん、ちょっと漢字は間違ってたんですけどね。あ、そうなの。騎手の騎がね、間違ってたんですよ。そんなこともまあご愛嬌ということ、でも、小学校6年間はまあ馬にも触れなかったということでしたけれども、それでもジョッキーになりたいと思われたのはどうしてだったんでしょう。まあやっぱ隣が牧場 その牧場の方々がね、体ちっちゃかったもんですから、もうそれこそ洗脳されるみたいに、お前は体も小さいし騎手に、騎手になれっていう、なんかずっとみんなに言われてましたんでね。だから自然となんか俺は騎手になるんだっていうことをなんか頭に植え付けられたよう な環境だったんで、じゃあずっと中学の間もあのジョッキーになろうっていう思いを抱かれて、だから騎手になりたいし、だから、まあ、子供心で、まあ、騎手になったら、まあまあ、そんな勉強しなくてもいいだろうっていうような、まあ、甘い考えもあったりもしたんですけどね、まあ、実際はそうじゃなかったですけど、まあ、とにかく机にもう向かってやる仕事がとにかくしたくなかったっていうのがやっぱり、まあ、一番のあれですかね。体を動かしてる方がいいと。そうですね、それで競馬学校を受けになったんですね。そうですね、だからその当時は本当ただ騎手になりたいっていうことをばっかりだったから、その中央競馬地方競馬っていうのがその区別も全然分かんないまんまだったんですよ。でたまたまその試験を受けられることになったのがたまたま中央競馬だったっていうだけであって、だから本当運が良かった、と思いますね。ね、そこで本当にこう運命的な巡り合いっていうんでしょうか、開業もう離島で開業されていた清田十一調教師とその頃巡り合われたっていうことなんですね。いや、その時っていうか、その僕がもう本当それこそその馬産地にいるニーカップですね、ニーカップでニーカップにいる時に紹介していただいたっていうか、自分の親が、まあ、僕を紹介してくれて、ああじゃあもう体も小さいんだし騎手にならんかっていう形で、だから僕が本当小学校のってもう3年生か4年生ぐらいから知り合いにならせていただいてですね、あ、そうですか。だからもうそこからもう完璧もう騎手にならなくちゃと思ってましたね。そうですか。それで中学校卒業されてから1年間、まあ、牧場にいらしたり、それからその清田調教師のところにいらしたりということをされたそうですね。そうですね、本当は小学校卒業したらすぐその清田先生の家から中学に通ってっていう話ができてたんですけど、たまたま先生の方の奥様が体の調子が良くないということで、じゃ中学校を卒業するまで、まあ、待ってくれっていう話になりまして、で中学校卒業はしたんですけど、でどうやって試験を競馬学校の試験願書取り寄せたり、どうやって受けたらいいのかなと思った時にはその年の試験が終わってたんですよ気づくのも遅かったね、確か10月ぐらいに試験があるんですけど、もう中学の卒業前だったんでもう終わってましたから、だからって言ってその中学校3年生の時に高校も一つも受けてなかったんで、まあ行く気もなかったですし、だからちょっとどうしようかなっていうことになって、じゃあ牧場に働きに行こうと思って、でその清田先生もその頃もう音沙汰も なかったんですよ。だからもうまずは牧場行ってそういう手がかりつかまないとなと思いまして、で牧場で働いてる時にたまたままた清田先生とまた出会ったんですよ。したらあの時の子かっていう話になって、したらもうやっぱりすぐもうあれですね、その出会ってから3日後ぐらいにはもうすぐ立東トレーニングセンターに連れて行かれましたね。ですから競馬学校の試験を受ける前に、トレセンで、まあ、そういう修行されてたっていうこと、珍しいことですよね。いや、修行っていうか、
とにかくあの試験受けるんであれば、あのそれこそ本場の現地で受けて、そしてあの身元引き受けにもあの清田先生がなってくれたんで、まあ親代わりみたいな形になってくれたんで、まあ一応一番いい環境で試験を受けさせてもらったおかげで、まあ受からせてもらったんじゃないかなっていうような気がするんですけど、ね、まあ、もちろんご本人の頑張りもあって難問を突破されまして、そして本当勉強は本当できなかったんで、体力勝負、まあ、本当だから試験の時もその勉強よりやっぱり体力の方を常に重視に頑張ってましたね。でもその条件になりたいという思いがね通じて、その体力のものを言って、で、第7期生として競馬学校入学ということになります。はい、C. 博文騎手、安田康彦騎手、郷原博騎手と同期生になりました藤田真一騎手です。藤田さんの騎手課程7期生というのは、藤田さんの言葉をお借りしますと、競馬学校開校以来の極悪集団とかっていうんですが、かなりまあ個性派ぞろいだったということなのでしょうか。そうですね、みんな若いですね。みんな可愛い、こんな可愛い顔しててどこがなんか悪さしそうもないんですけどね。恥ずかしいですよね。まあこれは入学式ですから、あの希望に胸を膨らませてということですが、試験に合格した時嬉しかったでしょうね。そうですね、まあ、とにかくあの僕の場合は牧場にいましたから、だから牧場から入学式に来たんですよ。だから、まあ、あの自分の親と会うのもその入学式に久々に会ったって感じで、牧場に行ってましたし、立東に行ってましたし、だからなんていうんですかね、や牧場結構きつかったので、だからちょっと競馬学校行ったらちょっと、まあ、まあ規則は厳しいんでしょうけど、まあ、そういう仕事においてはやっぱり、まあ、まあちょっと楽なんじゃないかなっていう気持ちで、まあ、いましたね。だから他の仲間とはまたちょっと違う感覚だったですね僕は。でもいらしたらやっぱ学校も厳しかったんでしょう。そうですね、まあ、まあ厳しいというかやっぱりその時間に追いやられる生活が毎日の繰り返しですから、まあ、そっちの方がやっぱりストレスたまりますよね。なるほどね、まあ、いろんなストレス解消なさったと思うんですけれども、でももうあの実はそういう競馬学校入って技術もね、馬に乗る技術も覚えてメキメキと上達された藤田騎手だったんですけれども、卒業1年後に控えて平成2年の2月に、まあ、この世界に入る恩人であるというね、親代わりでもあるという清田調教師が体調を崩されて勇退されることになって、はい、じゃあどう今度卒業されたらどこの球種に行くかということは、ね、ちょっとこれが衝撃的なことだったんですよね。じゃあ本当今までにないケースだと思うんですね。慶応学校生はあの2年生からの途中から3年生の途中で、まあ、あのトレーニングセンターに実習があるんですけど、で最初の前半の実習終わって一度競馬学校に戻るんですけど、その戻った時にはもう勇退してしまってたんですよ。そしてどうじゃあ僕はどうしたらいいのかなってしか考えられなくて、どうなるんだろうこれからって、じゃあもうあとはもうそのもう僕はどうもできないですから、あとはもうその競馬界の方々にも任せるしかないんで、そしたら清田厩舎のつながりで藤田騎手にとっては兄弟子にあたる酒井直行調教師、はい、そうですね、のところに所属することが決まったんですね。はい、まあ本当お世話になりっぱなしでっていうか、本当もう本当にいい厩舎に入らせていただいたというか、もう兄弟子の石橋さんも見ましたけどね、本当デビューした年はやっぱりでちょっとまだ話題についてない、今先生で優しそうなね調教師いらっしゃるんですけど、ですけど本当もう1年目だからちょっと、ね、全部僕に乗せてくれたんですよ、石橋さんに少し辛抱してもらって、あのデビューした年やし1年目やし、あのしてもうどれもこれも僕に乗せていただけたんで、あじゃあ本当にね周りの方々に、ね、本当に恵まれて、そのおかげで勝ち星もたく
くさん勝たせていただいてですね、ねえ、そういう1年目を迎える前にその卒業式の模様もちょっとそうなんですか、ファンの皆様のために出てこんな少年でしたっていうところをちょっと平成3年2月11日に卒業式なんですが、まあ本当に堺の野球者に行くということも決まりましてね、よかったですよね。恥ずかしいです、懐かしいですね。どうですご自身今ご覧になって堺の野球者所属藤田真嗣、どんな気持ちだったんですかこの卒業式の時は。さあいよいよプロのジョッキーだぞという。いやーどうですかね、上手ですね。これ免許試験ですもんね。これご健康をお祈りして当時といたします。平成3年いよいよ、まあ、卒業証書を手にして、ほらなんか神妙な表情なんですが、どんなこと見てらしたんでしょう。かわいいですね。どうですかね、なんか恥ずかしいですよね本当に。まあでもここがね、まあ、出発点であったわけですからね、まあ年取ったなと思いますね素直に。そしてですね、平成3年の3月9日、その後の大記録につながる第一歩となります。初勝利を挙げられました。騎乗馬の負けるパースクリーンは持久者の馬でしたが、調教からも乗っていましたか？乗ってましたね。はい、単勝 15.1 倍の4番人気だったんですけれども、この時自信はあったんでしょうか？いや、あのスピードある馬だったんで、自信はあったんですけど、まあ、なんせやっぱり、まあ、僕もデビューしたてですし、確か6戦目だったと思うんですけど、はい、でスピードあるんですけど、ちょっとスタートも立ち遅れて、よく覚えてるんですけどね。だけどやっぱりあのスピードとその自分 の, その3キロ減っていう、そのやっぱりその軽い軽量を生かせれば、あのまあ勝てるんじゃないかなっていうふうには思ってましたね。6戦目、まあ、デビューしてから2周目なんですけど、こんなふうに早く勝てるっていうふうに思ってらしたんですか？いやいや、やっぱりもうとにかく騎手になれた、騎手の免許証をもらった時に、うん、まあ、本当まず初勝利とかやる、やっぱりその免許証をもらったことがね、やっぱりとにかく嬉しかったんで、それがこんな早くに果たしてもらえてですね、やっぱり嬉しかったですよね、それも。うん、まあ嬉しいですけど、とにかくホッとしましたよね。やっとこれで騎手の仲間入りができたなっていう。そしてその年の暮れ、なんとデビュー1年目にして重賞の大本命に騎乗して出場するという機会も得られたんですよね。いや本当そうなんですね。この時も、もう亡くなった岡純一郎先輩が、たまたま騎乗停止か何か でちょうど乗れなくなったんですよ、でそしてたまたまその伊藤修司先生が、はい、こんなね、ひよっこの僕にチャンスを与えてくれたというか、本当にもうグリグリの一番人気だったので、驚きましたか、そのお話をいただいた時は。いやもうびっくりしましたね、やっぱり。でもどんな気持ちで、そんだけ言われたんだから頑張らなきゃってもちろん思ったと思いますけれども。そうですね、でその厩舎サイドからも状態もいいですしって言って、でこの馬調教してたのが今の松田邦秀先生なんで、当時調教女子だったんですけど、もうその厩舎サイドからも絶対勝てるからっていうことを聞いたんで、もうそこまで来たらもうあとは自信持って乗るしかないなっていう、はい、2.0 倍の一番人気、はい、そして新人ジョッキーということですか。プレッシャーもあったと思うんですが、じゃあ馬の力を信じて。そうですね、もう本当指示通りに乗るしかないなって思ってました。馬の力は違うから、直線まで絶対追うなって言われたんですよ、我慢しろと、はい、指示が、だからもうだいぶ離れてるんですけど、もう早く追いたいんですけど、だから我慢する、その何て言うんですかね、もう歯がゆさっていうか、はい、だってしかもスローですもんね、これ。ですけど終わってみたらやっぱりものすごい足で伸びて勝ってくれたんで、この切れ味はどんな味でしたか？やっぱりデビューした年なんで、やっぱり本当一戦級の馬っていう乗せてもらえるチャンスも少なかったですから、だからこの馬はちょっと、あ、こういう馬がすごい馬なんだっていう、なんか改めて感じさせられた思い出の馬というかですね。
そしてまあ重賞初制覇ということもね、重賞っていうのはこういう喜びなんだっていうのもありました。そうですね、嬉しかったですね。それからその騎乗依頼をしてくださいました伊藤修司調教師は27年連続重賞制覇というのがここにかかってまして、そうです、ね、しかももう12月ですから、はい、これにかかってたという感じなんですよ。そうですね、有馬記念の前の日だったんで本当のラストチャンスだったと思うんですけど、けど本当そういう重圧感が本当結構きつかったですよね。乗せてもらえるのはすごい嬉しかったんですけど、でそれでやはりこういう勝利という結果を出したということで、ご自身にはかなり自信になりましたか？やっぱりそうですね、まあ、初勝利の時もそうですけど、やっぱりこれでまた一歩すごいジョッキーたちの仲間入りができたかなという、そのまた一歩前進させてもらったかなっていうのが、デビュー1年目ですから、その1年目の成績をちょっとご覧いただきましょう。376戦もされたんですね。39勝ということで、もちろん新人賞獲得ということになっています。結果としては満足のいく結果でしたか？4億円を超えました、獲得賞金は。騎乗停止がありましたんで、函館で、だからまあちょっともうちょっと勝たせてもらえたんじゃないかなっていうような、やっぱりのありましたね。やっぱり騎乗停止にはもう絶対なりたくないなって、そこでやっぱり思いましたね。やっぱり勝てない、競馬免許持ってても乗れないわけですから、やっぱりそういう悔しさっていうか、もうやっぱりその成績よりその騎乗停止が悔やまれましたね。あ、なるほど、それが後々のフェアプレー賞というのにね、きっとつながっていくのだと思いますが、そしてそんな気持ちで迎えましたデビュー2年目、藤田さんは早くも騎手にとって最高の名誉の一つ、 G1 のタイトルを手中に収めることになります。はい、竹のベルベットで制したエリザベス女王杯です。この馬も春後半は塩村騎手が手綱を取ってらしたんですが、どのようにこれは騎乗が決まりましたか？ですね、これは18頭しか出られない中で、登録した時点で19番目だったんですよ。それで出れないかもしれないけども、出れたら乗ってくれっていうふうに小林先生が言われて、そしたら急遽共和宝石っていう強い馬が急遽使えなくなったんですよね。使わなくなったっていうか、それで滑り込みで出れたんですよ。ですから人気ももちろんなかったんですけど、ですけど小林先生とかには馬は具合いいから人気してる馬たちとぐらいの力はある馬だからっていうのを聞いたんで、だから本当も特に指示はなかったんですけど、まあ好きなように乗ってこいっていうことで。そうでしたか。まあ、だから G1 にまず滑り込みで出れたっていうことをまず喜びましたね。まさか勝てると思ってなかったですから。思ってなかったですか。思ってなかったですね。でこの本当にこのレースが初騎乗ということで、そうですね、初めてまた勝って、はい、どんな感じだったんですか。まず枠順もその外枠だったんで、というか少しちょっと引っかかるところある馬って聞いてましたんでね、とにかく折り合いだけ気をつけて乗ろうと思ってました。あ、なるほど。4ヶ月半の休み明け17番人気ということだったんですが、これは気持ちよかったんじゃないですか、ここのゴール前は。そうですね、もう真っ白になりましたね。真っ白になりましたね。やっぱりこの世代の牝馬って本当最強世代っていうぐらい言われてた牝馬がすごいあれなんですよね、すごいメンバーだったので、余計にわこんなメンバーで勝つっていうことはこのまますごいなと、何が勝因だったと思います？その馬と乗り合いを考えたことが良かったんでしょうか？いや、本当正直って何も考えてなかったですもん。右翼の勝利。はい、いや、もちろん G1 ですし、本当もちろん勝ちたくて乗ってるわけですけど、こんなにうまくいくとは。そうですね、本当に何が起こったのかなってぐらいしか、
単勝が 91.3 倍だったんですね。そして馬連が7万円台という超波乱だったわけで、はい、この頃からまあちょっと穴男っていうようなね、監視がつくようになったんですが、ご自身はこの穴男っていうようなキャッチフレーズはどのようにご覧になって、いや別に特に何とも思ってなかったです。僕はもう本当、まあまあ、自然に仕事をこなしてただけなんで、別にあんまりそのなんて言われてようが、まあ正直あまり気にならなかったですけどね。でもまあ先ほどのね、エンゼル情報はいろんな何も考えてなかったかもしれないとおっしゃいましたけれども、でも G1 は出るからには勝とうという気持ちで、そうですね、まあ、競馬もそれは G1 に限らずどのレースもそうですけど、とにかく馬場に出たらもう常に先頭体制には入ってますんでね、やっぱりこのレースも勝ちたい気持ちで乗ってますよ、ね、そういう気持ちがやはりいろいろな、どう乗ったら勝てるかっていうふうにお考えになるでしょうし、だ一見チャンスがないように見えるまでもやはり勝たせるっていうのはその辺のお気持ちなんでしょうね。そうですね、まあやっぱり、まあ、難しいですけどね、本当に全てがねうまくいくわけでは、ね、ないですからね。でもその後も毎年コンスタントに重賞を制し、リーディング上位の常連となりました藤田真嗣騎手ですが、平成7年にはデビュー5年目にして早くもこんなユニークな記録を達成されています。それは函館記念なんですが、この年の函館記念、大石さんはインターマイウェイに騎乗して優勝されているのですが、これがなんと平成5年のゴールデンアイ、平成6年の和光近くに続いてこのレース3連覇という記録だったんですね。そうですね、それご自身もご存知でした？はい、よかった3連覇。いやで4年目も2着で、ちょっと膠着があって繰り上がりだったんですけど、まあ、一応4年連続連帯っていうのはそうですね、だけどなかなかやっぱりできない記録だと思ってましたんで、すごい覚えてますね、しかも若くしてのねこういう3連覇4年連続連帯っていうことですからね、すごいことじゃないかと思うんですよね。やっぱりこれやっぱり何もかにもやっぱり強い馬に乗せていただいたね、本当やっぱり本当関係者のおかげなんで、それがたまたまそういうちょうどその記録っていうかそこに結びついただけだと思うんですけど、でも北海道というのは札幌も含めて非常に相性がいいように思うのですけれども、やはりこう地元だから頑張ろうっていうような思いがおありなんでしょうか。いや別に場所は関係ないんですけどね、やっぱりやっぱり僕自身やっぱ涼しいところが好きなんで、やっぱりだから小倉とかねやっぱり暑いんで、まあ北海道やったら涼しくて、もう体調も万全で仕事をこなせるかなと思って毎年参戦してるんですけど、そして北海道に乗りに行かれると中学校や小学校時代のお友達が応援に来てくださったりするんですか？いやほとんど子供の頃の友達あまり付き合いないですね。そうですか。僕も小学校以降はもうあっち転校したり、あちこち転々としてましたんで、友達できたら転校という形で繰り返してましたから、でも友達の中にはねやっぱりあいつだっていうのを持ってらっしゃる人もいらっしゃるでしょうね。どうなんですかね、もう本当付き合いないもんですから、本当小学校時代の本当一番仲のいい友達が今ね本当一人今でも付き合いあるぐらいで、その方応援してくださってますか？そうですね、せっかくテレビ出てるんでね僕のホームページを開いてくれてる人です、はい、あそうですか、はい、ね、ちゃん仲良しが続いているということですね。そしてデビュー6年目の平成8年、藤田真嗣騎手にはとてつもない大物と巡り合い、ホースマンの頂点に上り詰めることになります。ラムタラがデビュー2戦目でイギリスダービーを制し、奇跡の馬と言われた翌年、日本でも同様にして奇跡の馬と呼ばれた天才的サラブレッドの出現があった。その名はフサイチコンコルド。母はバレークイーン、現役時代は不出走だったこの馬の父はヨーロッパのスーパーサイヤーサドラーズウェルズ。バレークイーンの母はイギリスオークスに続いて牝馬ながらセントレジャーも制した歴史的名牝サンプリンセス。兄にイギリスの2歳チャンピオン決定戦
デューハーストステークスの勝ち馬プリンスオブダンスがいるという超良血馬だった。1992年にイギリスの繁殖牝馬セールでノーサンファームの吉田香澄さんが購買したバレークイーン。この時お腹に宿していた父カーリアンの子供が後のフサイチコンコルドであった。ダービーの初騎乗というのは2年目の北雪銀河とのコンビで果たされているんですけど、はい、初めてダービーに乗った時やっぱダービーは違うなと思いました。うん、そうですね、やっぱりスタンドが、まあ、揺れるっていうんですかね、そういう感覚を味わったのがやっぱりダービーでしたね。いいなと思いました。うん、そうですね、なんかやっぱりその1万頭ぐらい生まれる中のその18頭っていうそのことを聞いてもやっぱりね鳥肌立つぐらい嬉しいことですし、そこに参加してるましてや、うんね、やっぱりそこの場所にいるっていう時点で、うん、とにかく嬉しかったですよ。平成8年はフサイチコンコルドとのコンビだったんですが、本当にもうこの年のダービー先生に彗星のごとく出現したという感じで、この馬はデビュー前の追い切りから乗ってらっしゃいましたか？いや、この馬はあんまり小林先生が調教じゃ、競馬に新馬戦使う前に一度乗せてもらったっきりで、あとは調教はもうその1回しか乗せてもらえなかったですね。でこの時もねダービーの直前も調教助手さんということなんですが、乗ってみたら何か違うものを感じました？いや、すごい破壊力のある馬っていうか、すごいパワーを感じる馬でしたね。おとなしいんですけど、とにかくおとなしい馬なんですけど、もう走り出したら、まあ、本当自由自在に言うことを聞く馬なんですけど、はい、もうそのトップスピードに行くまでっていうか、トップスピードに乗った時とかっていうのがやっぱり全然今まで乗った馬とは全てが違った馬ですよね。そうなんですか。なんか体質的には逆体温というね、午前中より午後の方が体温が高かったりとか、まあ輸送熱が出たりとかね、というちょっと弱いところもあったようなんですが、能力としてはすごい高いということなんですね。そうですね。じゃあこのダービーは、まあ、3戦目というね、まあ、キャリアが少なかったんですけれど、藤田ジョッキーとしてはかなり期待してらしたんでしょうか？そうですね、まずはその二勝馬だったので、出られるか出られない方が心配だったので、出られて、もう一頭フサイチ新一という馬がいたんですが、そうなんですね、だからもし出られなかったらそっちでっていうことを先生に言われてたんで、まあ、参加は、まあ、できるだろうなと思ってたんですけど、だけどこのコンコルドでダービー出たいなと思ってました。そして一番人気はプリンシパルステークスを制した武豊騎手のダンスインザダークだったのですが、結構ダンスインザダークを前に見る形でレースを進めていました。意識されてたんですか？僕ちょっとゲート出遅れてしまったので、でそれでうちに潜り込んでいった時に、ちょうどダンスインザダークがたまたま前にいたんですよ。そうですか。だからちょうどいい目標になったなと思って、やっぱり相手というか強敵はこの馬だって。いや前走のそのダンスインザダークのプリンシバルステークスは僕の馬も登録してたんですけど、取り消ししたんですよね、熱発で。ですからそこの競馬がすごい勝ち方したので、やっぱり強いなと一目やっぱ置いてましたから、だけどそのプリンシバル僕の馬出てたらどういう競馬になってたのかなっていうそのを考えましたし、道中はどういう感じだったんですか？いや本当とにかく癖のもう一つもない馬なんで、もうこの位置につけたらあとはもうそれこそダンスインザダークにずっともうくっついていこうしかも考えてなかったですね。じゃあレースに行くとある意味理想的なサラブレッドなんでしょうか？そうですね、本当にもうこんな乗りやすい馬はいないんじゃないかなっていうふうな馬でしたね。で直線に入ってダンスインザダークの方が早く仕掛けるんですけれども、ちょっとフサイチコンコルドの鞍上でどんな風に思ってらしたんでしょうか？いやもうここまで来たらもう勝ちたい気持ちしかないですね。もう届いてくれっていうか、この辺も届いてくれかわしてくれですか？そうですね、もうフサイチコンコルド差し切ったゴールイン、差し切りました。どんなお気持ちだったでしょうか？さっきも言いましたけどこれも真っ白になりましたね。
真っ白でしたか。でも、もちろんね、こうやってガッツポーズもされているので刺したっていう感覚はあるわけですよね。もうあのゴール入るちょっと前にはもう変わっ、もう、あ、勝ったとは思ったんですけど、だから我に返る前に、だからまずは我に返ってみましたね。あれ、これはダービーだなと思って。とにかく馬がキャリア3戦目というダービー史上最短記録、そして鞍上24歳3ヶ月の内田騎手は光る舞でダービーを制した田島義康騎手の23歳8ヶ月に次ぐ史上2番目の若いダービージョッキーとなりました。このなんていうの、優勝旗っていうんですか、手にされた時の気持ちはどうでしたか。はい、いやー、すごい重かったですね。ですけど あれ以来触ったこともないですけど。いやだけどあのウィニングランもね、本当に気持ちよかったと思います。はい、まあ、ダービー制したっていうのはかなりジョッキーの気持ちの中にどんなものを植え付けてくれるんでしょうね。そうですね、やっぱりなかなかやっぱり本当運が良かったじゃないですかね、僕の場合は。やっぱり2戦目、3戦目でダービーだいたい使える馬は今じゃ考えられないですし、というかその辺も恵まれてましたし、でまだこんな若い騎手にチャンスを与えてくれた小林先生とか、もう本当もう何もかにもが本当全部運がここに向いてて、向いてくれたんじゃないかなと思います、このダービーに関しては。最も運のある馬が勝つと言われるダービーですよね。ジョッキーにとってもそういうこともやはり加味されるということなんでしょうかね。でもやっぱり運を味方につけるのもね、また実力とも言われておりますけれど、そして翌年にフリーになられまして、ムチ一本で勝負ということになられましたね。そうですね、はい、もうやっぱりダービー制覇っていうのがやっぱり結構自信になりましたから、まあやってみようかなと思ってフリーになりました。フリーになって買ったことはありますか。変に変える必要はないと思ったので、もう自分のスタイルでずっとやっていこうと思いましたから、特にフリーだから所属してるからって言ってあまり変わったことはなかったですね。そして平成9年の暮れ、藤崎氏はダービーに続く大きな勲章を手にされました。フリーになってから手にした大きな勲章、シルクジャスティスとのコンビで制した有馬記念です。この馬とのコンビでは春のダービーがサニーブライアンの逃げを捉えきれず惜しい2着、菊花賞では前が開かず1番人気で5着、ジャパンカップでも直線で前が詰まって5着と、藤田騎手にとってはフラストレーションたまるレースが続きましたか。そうですね、これは本当にもうダービーもそうなんですけど、今までジョッキー生活やってた中ではこの馬が一番思い出深い馬ですね。そうですか、それはもう本当にこの有馬記念の前のレースもその前のレースもやっぱりもう天皇賞も一番人気になって、菊花賞も人気裏切る形になったんですけど、やっぱりかなりこの有馬記念の時はすごい僕的にはかなり追い込まれてたんで、もうこのレースで結果出せなかったら直接調教師のとこ行ってクビにしてくださいってぐらい言いに行こうかなぐらい思ってたんですよ。どうしてもやっぱり結果が出せなくて、いろいろファンからとかもいろんなメッセージもらったり、応援メッセージもねとかもう批判も多かったですし、なんで前にもうちょっと前につけないんだとか、そういうこといろいろ言われたんですけど、行きたくても全然前に行かない馬なんですよ。そうなんですか。追っつけても追っつけても前に進ん、前にはつけられない馬だったから、もうじゃあ 動かないんじゃなくてね、動いてくれないということで。でもこの時は何か変えたことがあったんですか。いやだからもう最後もう腹くくってっていうかですね、もうこれ超えた後にもう本当もう突っ込めないような位置、外横山ジョッキーなんですけど、あそこもだからもう無理くりこじ開けるような形で、もう石か八かでもあそこ入ってきましたね。はい、オレンジの帽子です。ご注目ください。あそこ終わって、そうですね。ここ終わった時点で勝てると思いますよね。これはもうちょっと捉えられると。
はい、これはまあ有馬記念史上でもね、あの歴史に残る名勝負だと思うんですけれども、はい、ね、っていうかやっぱりやっと結果出してくれたと思ってですね、本当歯がゆい馬っていうか可愛い馬っていうかですね、でもあそこで思い切ってもう一か八かで突っ込んでそれに応えてくれた馬もね、はい、だけど本当この有馬記念は本当ちょっと涙出ましたね。こんなに強い競馬できるようになんで走ってくれなかったんだっていうのがありましたから。でも藤崎さんそういう思いも馬にも伝わったんでしょうね。そうですね。そうですか、この馬が一番思い出深い。一番思い出深い馬ですね、これが、ね、デビュー以来まさに破竹の勢いでビッグレースを次々と制覇されまして、この有馬記念も制覇です。トップジョッキーの座に上り詰めました藤田真嗣騎手ですが、まだまだと続く快進撃、そしてその快進撃と同時進行で達成されていった偉大な記録の数々についてこの後は伺ってまいりますが、 G1 のご活躍の VTR をご覧いただきましょう。スタートしました、綺麗なスタートを切りました。まず先行争いです。競泳マーチが押しているようです。競泳マーチ、トキオパーフェクト、サウンドワールド、アグネスワールド、内からは新興フォレスト、まず5頭が一段になりました。あと中段グループにシーキングザパールは6番手ぐらい、マサラッキが追走しています。それから北斗ジリアンが追走で同時馬無敵、あるいはこのグループにブロードアピール、その後ろシンボリスウォード、さらにマイネルヒーローと、内からワシントンカラー、チャーズサイレンス、後ろから3頭目スタープラザーはその後ろ、最後方はセレクトウィン、早くも新入ランプがついています。各は3コーナーのカーブ、競泳マーチ先頭で600を通過、リード1馬身、トキオパーフェクトが2番手、あとは5馬身ちぎれて、サウンドワールド3番手、あと4番手集団にはマサラッキシーキングザパール上がってきた、内からは新興フォレスト、アグネスワールドは6、7番手400を通過。さあ競泳マーチだ、競泳マーチ先頭で直線に向いてきた、トキオパーフェクト2番手、トキオパーフェクト2番手、マサラッキシーキングザパール追い込んできた、内からは新興フォレスト、外からマサラッキ競泳マーチ、内から新興フォレスト、シーキングザパールも追い込んできた、マサラッキだ、マサラッキ差し切った、2番手はシーキングザパールと新興フォレスト、競泳マーチ2番手接戦、マサラッキ氷、マサラッキ差し切り勝ち、勝ちタイム1分8秒0、上がり4ハロン46秒2、3ハロンは35秒4です。エリーニュースのペース、1馬身半のリード、依然としてオリーブクラウンが2番手、3番手最高キララが足を溜めています。3、4コーナー中間、さらに外を継いで各馬接近してまいりますが、さあリビングデイライズが早めに動いて2番手の外目に進出、残り800切りました。3、4コーナー中間から4コーナーに向かうところ、そして外からチアーズプレイスも今4番手の外目に上がってきました。その後ろに不採中客が接近、カリスマサンゴペラ、あるいは内を継いで各馬接近してまいりますが、大外を継いてはサマーベイブが上がってくる。4コーナーカーブから直線に向かいます。シルクプリマドンナはその馬群の真っ只中から抜けようとしている。さあ先頭はデビニュース粘っている、残り400切りました。オリーブクラウンが並んでくる、さらに最内からは最高クラが追い込んできた、さらにその外シルクプリマドンナ早くも先頭に立つ勢い、シルクプリマドンナその直後にチアーズグレイス、現在4番手から前の3頭に迫る、2脚を切った、追い込んでくるのはグランパドル、しかし届かない。さあ先頭は完全にシルクプリマドンナ、2番手にルイルイとチアーズグレイス単独上がって先頭を追っている。先頭はシルクプリマドンナ、チアーズグレイス並んでゴール。しかしシルクプリマドンナ、シルクプリマドンナしのぎました。時計は2分30秒に、シルクプリマドンナ大混戦を制しました。アナメグリザード、さらには3馬身差ありまして、ダイワファルコン、そして外を回りましてビッグスマッシュです。あとは8枠2頭サダムブルースカイ、ヤマニンイデアル、そして2馬身差ファスト立山、最高峰です。各馬これから3コーナーへ向かいます。先頭は2番のゲイリーファントム、リードが1馬身半、そしてカフェボストニアンが2番手、1馬身差、3番手にはオースミエルスト、3コーナーをカーブ、 600m を通過、あとは1馬身下がって内をつきましてはアグネスソニック、アドマイアドン、そして1号スワン、外を回るサダムブルースカイ、バランスオブゲーム、外を回りまして10番の山のブリザード仕掛けていった、第4コーナーをこれから向かいます。前が固めてきた、そしてその直後には7番シベリアンメドウ、第4コーナーをカーブ、直線コース1番です。さあ直線コースに向かいまして、カフェボストニアン、アドマイアボスが来る、そしてスターエルドラード、外からスターエルドラード、そして山のブリザードを追い込んでいく、 200m 通過したシベリアンメドウ、内をついているのは3番アグネスソニック、坂を上がる、先頭はアドマイアドン、外から山のブリザード接近するが、アドマイアドンゴール、アドマイアドンです。左手を高々と突き上げました、アドマイアドン鞍上、藤田真嗣騎手、配置完了、スタートしました、綺麗に揃いました。さあ先行争いに入ります。
まず湘南管区間から出てまいりました。さらに連れてエピグラフがその下から2番手、そして内からは上海ドロンが行っておりますが、ストーツましてアドマイヤ個人メチロダーリング先段固まっています。あとは1番審査ラムジェットシティ天使の奇跡、さらにはその内を追走して東証リープが行っています。テネシーガールはその太めを回っております。あとは1番審査離れました、内から行きました最強サンデーエアトゥーレ、それから1番審査力合体感、あとは内をついてゲイリーブラッシュトロットスター中段のやや後ろを進んでいます。あとは半馬審査そのストーツについてはトキオパーフェクトが上がっていきます。一馬身離れましてディバインライト、あとは一馬身差上り行きよう最高峰追走が半馬身差スティンガーという体型で3、4コーナー中間点を通過しました。湘南カンプ先頭でリードは一馬身、アドマイヤ個人早め2番手400を追加、あとは二馬身差最強サンデー3番手、その後は内に入ったメチロダーリング4番手、東証リープ並んで直線コースに入りました。さあ前の争いですが湘南カンプ先頭2馬身のリード、アドマイヤ個人が2番手、その後は一馬身差最強サンデー3番手、200を追加、追い込み勢はどうか、大外からスティンガーが突っ込んでくる、トロットスターは現在5、6番手前を懸命に追っている、さあ先頭湘南カンペ、3馬身のリード、アドマイヤ個人2番手、スティンガー3番手、湘南カンペ降臨、湘南カンペ逃げ切りました、手が上がった5番、湘南カンペ、藤田真嗣。平成11年から14年の春まで毎年一つはきっちりと勝ちになっています G1 制覇の模様を集めました VTR ですが、はい、ご自身で振り返ってどうも、かっこいいなと。いや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 、なんかそうですね、なんか最近 G1 勝ってないんで、なんかまたもっと頑張ろうと励みになりました。はい、でも平成14年はもう一つ G1 を勝ちになっていらっしゃいます、ダンツフレームとのコンビで制した宝塚記念です。このダントフレームとのコンビは前の年の皐月賞以来のことだったのですが、この宝塚記念の時は藤田騎手から馬内調教師にぜひ乗せてほしいというふうにお願いしたというのは本当でしょうか。そうですね、やっぱりあのすごいいいイメージしかない馬なんで、僕にしたらあの皐月賞も負けたんですけど、うん、力のある馬だと思ってましたから、はい、だからもうぜひもう一回この馬で G1 勝ちたいと思ってお願いしたんですけど、はい、ダントフレームはそれまで G12 着が3回ということで一歩足りない、なんか歯がゆいという思いをね、ファンの方々もしてらしたんですけども、はい、藤田さんはこれ乗ってどんなレースをしたいと思われたんですか。いやもう一番人気でしたからね、もうとにかくもう自信持って、はい、もうこの馬は強いんだと自分で思い込んで、どう乗っても勝つんだっていう気持ちで乗ってました。ご自身の中にあるこのダントフレームのいいイメージですね。そうですね、やっぱりこのレースにおいてその自分が騎手はやっぱりその馬に対するイメージっていうかすごい大事だと思うんですよ。だからもうダンツフレームに もう声かけるようにね、やっぱりもうお前は強いんだよっていうふうにちょっとまあ案じてっていうか、だからとにかくこの馬を信用して乗ってました。あの位置取りなどは考えてたことあるんですか。考えてないです、全然。そうですか、なんとなくいつもより前の方だったと思うんですが、それも自然に、もうとにかくもうスタートしたらもう馬の気の向くままに、あとはその折り合いだけ気をつけてで乗ったら ああいう位置になったっていうだけですね、うん、そうですか。あのいつもそういうふうにこう乗ってこうやろうとかあまりお考えになる。そうですね、もうとにかくこれはもう勝たなくちゃいけないんだっていう、勝たなくちゃいけないし絶対勝てるんだと思って乗ってましたから。ああそうですか。で最後はあの鶴丸ボーイと壮絶な叩き合いになるのですが、はい、実力は同士の力勝負なんですけれども、それでも勝つんだという、はい、もうちょっとヒヤッとしたんですけどね、クビさですが、はい、でもご自分でイメージを持ってこのまま強いんだ勝つんだ、はい、という思いで乗られて見事に結果を出されたわけですが、そういう時はまたジョッキー冥利に尽きるんでしょうね。そうですね、っていうか本当にどれもそうなんですけど、本当嬉しいより先にやっぱホッとするんですよね。まずはやっぱ一番人気ということの10月間からこの時点で逃れられるわけですし、責任果たしたということもありますし、そういう、まあ、嬉しいのは後ですね、やっぱり。でもホッとしますね。ホッとしたっていう気持ちが多分達成感、そうですね、そうですね、ね、勝つことの喜びっていうかやっぱり、勝ったものしかわからないっていうか、本当そうですよね。
で本当にデビュー以来コンスタントに勝ち星を積み重ねていらっしゃった内田騎手ですが、数だけではなく中身も伴ったものであるだけに、その成績を振り返りますと改めてですね、すごいなと思うんですが、中央競馬の歴史の中でもめったに見ることのできない極上の記録が残されています。デビューした年にノーザンコンタクトでラジオ短波杯を制して以来、今年まで14年連続で重賞を制していらっしゃるんですね。その数は60勝です。ですが、そのデビューからずっと14年連続で重賞制覇というデビュー以来という記録は、武豊騎手と藤田真嗣騎手のお二人しかいない大記録なんですが、これについてはどう思われますか？そうですね、毎年意識していますね。そうですか。はい、重賞勝てた、早いうちに重賞勝てたらまずとにかくホッとしますし、まあ、これからも頑張って続けられたらなと思ってますけど。じゃあ今年ももうホッとしてらっしゃいますか？そうですね、ホッとすることばっかりなんですよね本当に。でもなんか藤田真嗣騎手の口からホッとするっていう言葉を聞きすると、また私たちもホッとするっていう、うん、ね、温かいものを感じてしまいますが、もう一つの記録なんですが、藤田さんにはすごい記録保持されてるんですよね。何なんですかね。実はですね、デビュー以来昨年までですね、藤田騎手の表彰歴があるんですが、デビューから13年間のうちなんと11回もフェアプレー賞を受賞されてるんです。で、フェアプレー賞を逃したのはデビューの年と平成8年の2回だけなんですね。そうなんですよね。その8年の時の騎乗停止がやっぱりもうすごい悔しくて、もう1年目のもそうなんですけど、やっぱりその休みがね、もったいないというか、余分なことしたなっていうか、もうやっぱり思い出したら今でも悔しいですもんね。はい、そうですか。でもそのフェアプレーっていうのはプロスポーツの選手にとっては最も称賛されるべきことだと思うんですけれども、そうですね、まあ、やっぱりラフプレーはね、やっぱり本当普通にダメなことですし、もうとにかく気をつけて、どのレースのどの場面でもとにかくその他の馬の邪魔をしないで、勝つこと負けること、とにかく心がけて乗ってますんで、とにかくもう休まず乗る、フェアプレーをするということが一つのもう信念のように。そうですね、もう今年も、とにかく、まあ、目標の一つとして、企業で死なないように、まあ、高い技術があればこそのフェアプレー賞というふうにも思うんですけれども、そのフェアプレー賞続くことを応援しつつですね、今年また2つの金字塔を打ち立てられました。デビュー14年目になります今年なんですが、まずは2月8日に小倉競馬場で行われた小倉大賞典を名勝バトラーに騎乗されて優勝しました。史上3人目の JRA 前場重賞制覇の記録を達成されたのですが、この記録についてはどうでしょう、意識されてましたか？いや、もうすごいしてましたね。もうとにかく何回かチャレンジしに行ったんですけど、もうダメだったんで、もう今年こそはと思って、でも気合い入っていきましたね。小倉自体に今重賞も少ないですからね。そうですね。でやっぱり夏は北海道とか行くんで、どうしてもなかなか行く機会が少ないわけですから。ですよね。でレースとしては平成11年に末広コマンダーで制している小倉大賞典なんですが、その年は中京競馬場で行われたということでね、平成10年に琵琶武秀で福島のラジオ短波賞を制して以来、5年半かけて迎えたのがこの日でした。非常に、まあ、気合を入れていきましたということですが、達成できるという自信、予感はおありでしたか？そうですね、ハンデも軽かったですし、でこれといった選考もいなくて、まあ、この名勝バトラーにしたらもってこいの展開になるんじゃないかなと思ってましたから、まあ、もちろん勝ちは意識してましたね。3番人気で見事な勝利、しかもこの5馬身差の圧勝ということで、どうでしたかお気持ちは？G1 勝った時ぐらいのガッツポーズしましたよ、やっぱり嬉しくて、はい、デビューから12年11ヶ月での大記録の達成で、また一つ 大きな仕事をやってのけたということなんですが、この日は1日5勝もね達成されて、はい、とってもいい日になりましたよね。
また宇崎騎手の場合ね、髪型の変遷っていうのを見るのも一つの楽しみのような気もしますけれども、続いては3月21日舞台は中山競馬場です。藤田真嗣騎手は平成デビューのジョッキーとしては初めてという大記録達成されました。この日中山競馬場の3レースを制して999勝となった藤田騎手、大台到達を目指して最終の10レースに挑みました。まあ、小学生の頃からね、将来の夢はジョッキー騎手というふうに言ってこられました藤田さんですが、ご自身が戦勝をこう目前にするそういうジョッキーになるとこの時は思ってましたでしょうか。やっぱり本当夢の数字ですからね、まさかこんなにもう勝てるとはもう全然思ってなかったですし、この日に、まあ、これ最終レースですけど達成しようという気持ちはありましたね。やっぱりその史上2番目っていう記録もかかってましたから、はい、その次翌週の土曜日までは良かったんですけど、できるもんなら今週中にやっておきたいなって思ってましたから。デビューから13年と19日という大台の達成、はい、これは史上2番目、ということですからね。まあ、相手がやっぱり武さんなので豊さんが1位、はい、やっぱりなんていうんですかね、一応この記録は破られないようにしたいですよね。破られなかったらいいなと思ってますけど、2番は死守したいと、はい、本当に武豊さんは天井の人なのでっていうふうに、ね、はい、おっしゃってましたね。僕が1番という気持ちでいますっていうコメントも非常に印象に残ってます、はい、でも1戦勝ですのでね、本当に素晴らしいですね、はい、また違うこの歓声も嬉しかったのではないかと思いますが、ちょっと喜びの声をそれでは皆様にお聞きいただきましょう。少ない戦勝ジョッキーの仲間入りができたということをね、誇りに持ってね、これからも一つ一つ頑張りたいと思います。クールにね語ってらっしゃいますけど、本当に素晴らしい記録だと思います。そして32歳ですからね、まだ若いので、まだまだいろんな記録をねきっと樹立されてくれると思います。それではですね、今日、ゲストにお越しくださいました藤田真嗣騎手からプレゼントをお持ちいただきましたのでご紹介させていただきます。さて5月16日現在49勝を挙げられまして、関西のリーディング第2位、全国で第4位につけてらっしゃいます藤田真嗣騎手ですが、差し当たって今年の目標というのはどのようにお考えですか？そうですね、今年もなんですけど、はい、まあ、怪我なく、もちろんフェアプレー賞も取れてですね、あとは与えられたチャンスを一つずつしっかりものにしていきたいなと思います。将来的な目標とか夢っていうのはどんなことでしょうか？そうですね、まあ、僕の年でもやっぱり騎手の中じゃもう上の方なんでね、もう1年でも長く騎手生活ができるようにやっぱり体作っていきたいなと思います、ね、かなり筋力トレーニングなども、ね、なさってるそうですね。いや、そんなに最近そんなやってないんですけど。そうですか、ちゃんとお宅にはトレーニングルームもあるということですけどもね。で、応援してくださるファンの皆様に一言メッセージをお願いします。そうですね、なかなかこういう機会がっていうか、まあ、こういう席にいるの珍しい僕なんですけどせっかく出ましたんで、またあちこち顔出したいと思いますので応援してください。はい、本当ぜひもうまたこの番組もぜひ来ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、本当に怪我のないようにお体に気をつけて、はい、また素晴らしいプレー見せてください。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。藤田真嗣騎手でした。